制限時間3分でお買い物してきてください。よーい、スタート。よかった。あと2分半です。悩んでる暇はないよ。頑張って。3、2、1、終了。2個しか買ってないんだけど。泣きの30秒。よーい、スタート。5、4、3、2、1、ゼロ。終了です。はい、終了です。はい、あっという間だね。あっという間だね。やりました。イエーイ。はい、3分30秒です。はい、3分30秒です。ね、3分だったけどおまけで30秒追加しました。じゃあ買ったものを紹介してみましょう。せーの、覚えてる？498円ぐらいだったか。83円ぐらいかな。私が1700円。ちょっと1700円ぐらい。帰りとかさ、めっちゃいいものが売ってた。そう、売ってたの？ほんと。じゃあ買えばよ。じゃあ一本一個ずつ出していきましょう。せーの、じゃん。ではここみちゃんからです。シュシュ、これは110円です。はい、緑のシュシュですね。紫もあったけど、うん、緑が似合うかな。うん、ここみちゃん緑好きだもんね。うん、はい、続いてシェラちゃんは、それは何？水で膨らむでっかいぷよぷよボール。ほう、40円だったね。そう、40円。安かったんだね。うん、大きくなるんだって。うん、これぐらい。これぐらい。じゃあ続いてカゴに入れたものは、せーの、じゃん。え、何それは。またなんだろう、あれすら開けれない。あ、ボールペンなんだ。こっちボールペン、こっちスタンプじゃない。せーの、あ、スタンプだこれ。うん、違うかな。え、あ、スタンプ、これ何、これ逆だ。あれあれ、ではそっちか。待って待って、ここでこうやって見ます。口紅のスタンプだ。口紅のスタンプでした。押してみようか。うん、せーの、せーの。おお、こんな感じでした。見て見て、ほら、口紅のスタンプでした。スタンプって書いてあったもんね。常にカゴ入れたのは、うん、これかな。これかな。私5つあるんだけど、私まだめっちゃあるせーの、じゃん。ココミちゃんはさっきシェラちゃんが買ったぷよぷよボールだね。ハンバーガーの鉛筆削り。鉛筆削り好きだよね。なんか残っちゃったし、本当直したの。よくなくしますね。え、遠慮したの、ココミちゃん。あ、バラバラだ。と、蓋を閉めるでしょ。うん、あ、え、あ、なに、消しゴム入ってる。お弁当ね、これ。お弁当よ。じゃあとりあえず入れとくね。いいんじゃないですか。これは絶対持っとかなきゃダメ。あ、消しゴム忘れたって時もね、うん、あったあった、お弁当があってでも消しにくそうだよ、うん、まあ確かに消しにくそうだけど、ないよりはいい。あ、ないよりはいいよね。じゃあ4つ目です。せーの、じゃん。あ、ココミちゃんはよく100均で買うキラキラですね。そう、ラメパウダー。あ、今スライムをね、一生懸命作ってるからね。そう、私もなんか。じゃあこれは、それは何？修正テープです。可愛いでしょ。そうなの。鉛筆削りかと思った。開けてみるね。うん、460円です。あ、こっちは違う。ちなみに95円です。安いです。写真より安いです。やったねじゃん。へー、あー、出して、おー、こうやって。いいんじゃないでしょうか。かわいいね、うん、なんか失敗した時とかはいいよね、ボールペンとか、うん、じゃん、かわいい、かわいい、かわいい。じゃあ5つ目、私はラストです。ココミちゃん早いな。せーの、じゃん。あれ、またラメパウダー。そう、これも95円です。はい、これ80円です。ペンですか？蛍光ペン？蛍光ペン。え、これ本当にペンなのかどうかがわかんない。ボールペンかもよ。細いペンかもよ。やばい、お願い、ペン。あー、細かった
けると思うね。そうそう、こっちの方が書きやすいからいいや、これにしとこう。ココミちゃんはもう以上なので、はい、セイラちゃんの商品を紹介してください。こちらラメパウダー一緒じゃん、はい、ピンクだね。うん、ピンクいいかなって思って。はい、7つ目、せーの、じゃん。 あれ一緒だった。一緒だ一緒だ。8つ目、せーの、でかいのこれが。せーの、お、何それ？はい、せいちゃんはこちらです。これは何でしょうか？わからないけど、いろんなトッピングっていうか入ってるね。スライムパレット、韓国スライム作れるんじゃない？作れるんだ。おお、せーの、パパ、おお、綺麗。あ、紫の粉にしてよ。黄色とあれあったけど。そしてせいらちゃん、何円以上だったかな？1000以上でこれ込まれたのかな？うん。こちらがもらえました。かわいいホクちゃん。うん、かわいいプリンセス。じゃあ頭のこちらです。並べてみました。せいらちゃんの頭のこちら、こちら3分半でこれだけ選びました。はい、ココミちゃんの頭のこちら、3分ってあっという間だったね、うん、なんかさ、授業やってる時はさ、3分がさ遅いんだよ、うん、そうそう。はい、どうでしたでしょうか？よかったでしたでしょうか？私はこれとこれがお気に入り。100均で持ってるけどね。私これとかがお気に入り。うん、セラちゃんそれすごくいいと思います。ほっぺちゃんショップなんだけど、ほっぺちゃんのものが何もないという。そうだよね、うん、唯一おまけでもらったそれだけっていうね、うん、今日のところはこの辺で、今日のニャーニャ質問、イエーイ。あ、久しぶりですね、ニャーニャ質問来ました。何の質問ですか？好きな教科は何ですか？はい、せいらちゃんは図工です。家庭科とかもいいんじゃない？あ、家庭科も好きですね。ココミちゃんは、私は学校には行きたいけど、うん、ない好きな教科ない？ない、ね、あ、じゃあ苦手な教科は何ですか？算数です。社会。社会？理科と社会だよ。そうなの？理科と社会なんて覚えるだけだよ。なんか大変、書いてる。まあ確かに書くよね。めちゃくちゃ書く。手が真っ黒ここじゃいつも真っ黒だよね。今も真っ黒。今も真っ黒。はい、皆さんの好きな教科と嫌いな教科も教えてください。教えてね。チャンネル登録はこちらのボタンだよ。みんなで押してみよう。3、2、1、ポチ押せたかな？ポチポチ押せてるよ。こちらの動画も見てね。おすすめだよ。おすすめ、おすすめ。